こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。コンピングですね、めちゃくちゃ質問がよく来ますし、実際僕もね、プロになってからもコンピングこう左手違うなとか、もっとなんかこう上手になんかああいうのって打てないのかみたいなことをすごく言われましてですね、いろいろ教本やりましたと、もう本当にもう片っ端から教本、僕教本マニアなんで死ぬほど教本持ってて、もうあのガキ手にいて新しい教本って全部買うぐらいの感じの、教本マニアで片っ端からやっていくタイプでしたね。でもジャズに関する教本って本当あんまりないんですよ。で、両本とされてるですね、アート・オブ・バップ・ドラミングっていう、これジョン・ライリーさんですね、もう素晴らしいドラマーで、実際に今回もちょっとちらっとやっぱざーっと通して読んでみましたけど、とてもあの英語ね読める方はね、内容的に本当に素晴らしい、教本です。ただその、エクササイズになっているコンピングのところですね、実際これ果たして使えるのかなみたいなところですね。で、まあちょっとこう抜粋してここにこう書き出してみたんですけど、これ実際やってみると、まあ本当に使うの超うまくないと無理って感じなんですね。で、これ、やってみると、このコンピングのこの1ってやつですね、これ。タンツタン、タンツカッカってすごくいいモチーフなんですよ。だけど、まあ、なんか合いの手というよりかリズムパターンみたいに聞こえちゃうし、でこれをじゃあどうやってやるかと、こう曲の中でねこうやって配置してごらんみたいな感じ、要はこれをこういうふうに普通に入れてもいいし、こう小節をね、こう1小節目2小節目じゃなくて2小節目3小節目に入れると色変わっていいよねみたいな感じで、モチーフデベロップメント、要はモチーフを発展させるっていうのにねすごくいいこと書いてるんですけど、じゃあこれがこれね、こういうふうにやってみるじゃないですか。だから実際これドラムだけでこうやってやってみてどうですか？ジャズっぽいけど何をやってるのかさっぱりわからない。この合いの手っていうのは要は漫才でいうところの要はボケのツッコミだけの話なんで、ボケを想定してないといけないわけなんですよ。ところがドラムってそのねボケの方を全然こうなしでやるから何やってるかさっぱり分かんない。これだけ聞くとね、で自分の頭の中にこうシャドーボクシングじゃないですけど、こう相手を想定していることができるといい。では相手のメロディーラインみたいな感じだからいいっちゃいいんですけど、スネアばっかりだし、実際にねこのコンピュー2とかやるとこれ1,2,3 スネアめちゃくちゃ多いんですよね。で実際じゃあこれを今回は、この僕のよく使ってる教材のねギターソロに対してこれこの2つをちょっと入れてみたのを聞いてみてください。まあそう悪くはないんですよね。悪くはないんだけど、要はこれってこうアドリブのあるところに被っちゃってて、本当はここに欲しいね。だけどここには音がない。要は喋ってる時同時に喋っちゃう、で向こうが喋ってる時に同時に喋って、本当はここに音が欲しいね。コンピングというか合いの手っていうのは被っても構わないんですけど、要は空白のところにあった方が相手は盛り上がるんですよ。だって喋ってる時にうなずきって自分の喋ってる時に被られて嫌じゃないですか。例えば歌で森の熊さんがある日森の中よりはね、ある日森の中熊さんに出会った、ほら興奮してくるじゃないですか。つまりこう相手の合いの手のところでこう次のほらホイホイホイと押してあげる方がいいんですよ。ってなるとこれはもうや相手のソロを想定しないので全く絡まないんですよ、このままやっちゃうと。特にこのフレーズって、最初のフレーズってこう小説の頭から始まってるじゃないですか。頭は先行喋る人なんですよ。なので、まあ、入れるとしたらここに入れたり、ここに、まあ、こういうところに入れるんだったら大丈夫かなって感じはしますね。で大体こう隙間が空くのってこの辺なんですよ。
だから隙間が空くところに入れていくんだったらまだいいと思います。ここのフレーズね。だからこのフレーズ自体はこっちに入れ、このフレーズ自体はここに入れたらまあまあ絡むと思うんです。だから悪いもん教本ではないんですけど、まあ、要はそのドラムソロとしてモチーフを自分で出してこれを展開するっていう意味ではいいんですけど、これはコンピングっていうのは相手のフレーズを助けていくっていうことに関してはこれは全くこの考え方では使えないということなんですね。だから相手のメロディを引き立てるのがコンピングであるということなんですね。で、要はこんな教本をもう世界中探してもほとんどないんですよ。で、まあ自分がどういうふうにしてきたか、本当に僕はね、30年前、ジャズドラム本当に始めた頃にね、もしこの教本があったら10万出しても買うわって思ってた教本を僕はこう過去の僕に作ってあげたみたいな感じで、今まあ YouTube でいろいろ上げてるんですが、コンピングに関してガッとまとめると、最初僕が考えているのは一番大事なのはパラグラフ、段落を区切ってあげる。ドラムの一番の役割は司会者なので、次の話を終わらせてあげる。フレーズが終わったところ、ここのフレーズが終わったところで段落を使ってスニアで2つやってクラッシュで切ってあげるね。で、これは2つ2種類やってシンコペーションをする。こう、うったたじゃーんでシンコペーション、これはこれ日野元彦さんね、元彦さんがのビデオで言ってたんですけど、これは進行形、それからそれからっていう感じがあるのと、なるほどそういうことですかっていうような、そういうのをちゃんと入れてあげるというのがドラムの役割なんですよ。というわけでこれちょっと聞いてみましょう。というわけでね、さっきやったやつでも自動的に僕はここにパラグラフ入れてたわけですが、これだけでレガートしてだけで十分成立します。相手のフレーズが途中でこう区切ってるとこも我慢しながら、ここでしっかり区切ってあげれば全然成立するんです。で、このパラグラフの場所を変えてみる、つまりここで一旦区切って、ここは区切らずに、ここはまた進行形入れて、ここでしっかり区切って終わらせるっていうの、これを聞いてみましょう。はい、どうですか？やっぱりね、景色変わって聞こえるんですよ。だからドラマーから見るとそんな変わらないかもしれないですけど、ギターの立場で自分が口でこのね、ここに僕必ず書くのは、僕はポンピングをコピーしてた時はマイルスとかのフレーズ全部リズム、もう音符書いてたら大変だからリズムだけとにかく書き出すんですよ。で、そのメロディーを鼻で歌で歌いながら自分がここに入れていく。で、実際フィリーがやったコンピングをやってみると、あ、なるほどなるほど、ここに音が入るのかっていうのをたくさんやり続けた結果、こういうふうにまとめたわけなんですが、要はこういうことをしていくわけですよ。で、そうするとこのメロディーに対してこう途切れるところ、まあここは予測しながらやるんですけど、今こう図解するために書いてるんですが、ここで途切れるな、じゃあここで一回区切ってあげよう、ここは話し続いてるからそのままスルーしよう、ここはそのまま、もうちょっと聞いて、ここで話全部終わらせようかなみたいな感覚でやるわけですよ。ってやってみると、そうするとこう相手側からね、こうギター側で、ね、こうやって鼻歌これに合わせて歌ってみてください。そうするとすごくこの上と下だったドラム、こうギターの立場から見て景色が変わって見えるんですよ。これが大事なんですね。これが結局パーソナリティなんです。僕はこういうふうに、話を区切って司会を進行していきますよみたいな感じ。これが大事。まずそのパラグラフをしっかり区切ることですね。なので途中でパタパタ入れてるけど区切らない人がいるんですね。だから左手特にいろいろみたいな、一番大事な司会の役をしない人がいる。まずはドラムはうなずいたりはまずしなくていいから、まずしっかり区切っていこう。とりあえず相手のフレーズを区切ってオチをつけていこう。要はしっかりこう相手のボケに思い切り突っ込んであげようみたいな。途中のうんとかえとかっていうのはちょっと後回しにしようっていうのが僕の考え方、優先順位ね。要は会話っていうのは、例えばそのジョン・ラリーさんのやつなんかっていうと、まあよく英会話であるけど、新聞1日分丸々読んで覚えなさいみたいな、気が遠くなるし、じゃあそれで喋れるようになると思います？そうじゃないですよね。そんな新聞みたいな難しい会話はないので、よっぽど。
だから一般の会話であれば Hello とかね、で How are you doing? って言われた I'm fine, thank you, and you? っていうのがその定型文があるわけですよ。その定型文をちょっとずつ増やして、例えば Yes とか I see とか、なんかそういう、こう簡単な短い文章から、I don't think so とかね、私そう、僕そう思わないみたいな、そういうこうちょっと文章的なものをちょっとずつこう埋め込んでいくっていうのがすごい大事じゃないですか。つまりこう大体言ってることが分かったら、そこに対してこう合いの手入れていった方が会話として成立するじゃないですか。こういう順番で覚える、まあ最近英会話そういう本多いですよね。だからドラムもジャズドラムもこういうふうにあるべきなんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。なのでじゃあ今度はこのパラグラフをこことここに作ってみました。でここは頭でクラッシュしているので3つパラグラフ作りました。そしたらここはパラグラフで区切るほど、要は段落を作るほどじゃないけど軽くうなずいて埋めてあげましょうね。でうなずいたところをこうパラグラフにつなげて、向かってつなげていくっていう使い方もうんっていうのはあるんですね。でうなずきっていうのはこの1の裏と3の裏なんですね。1の裏と3の裏、リズム的には右手がないところに左手がストッと入るから、これ演奏しやすいんですよ。でこれどこに入れても恥ずかしくないみたいな感じで、メロディーとこうやって被っちゃっても構わないし、ないところに入ってもうまくいくんですね。なのでとりあえず目星つけながらこれ入れていけば間違いないんですよ。そしたらこのないところにこう埋めてあげる、埋めて、でパラグラフで区切る、ここもパラグラフで区切る、手前にちょっとうなずいてからパラグラフで区切る、うなずいてうなずいてパラグラフで区切るという形ですね。これ聞いてみましょう。はい、というわけでね、これ軽いうなずき、うんとかえとか、そんな感じですよね。だからそのうんとかえとかっていうのをこうやってつなげていきながら、あなるほどとかね、あそういうことですねみたいな感じのパラグラフとうなずきだけで成立するじゃないですか。でこれね、うんとかえっていうのも、これも強さとか音色で別にうなずきじゃなくて、これ疑問形、えとかっていうふうにも聞こえることができるんですね。これは日本語でも一緒じゃないですか。例えばうんとかもうんって聞いたら疑問形になるじゃないですか。でええっていうのはうなずきだけど、ええって聞けばこれは疑問形になるわけじゃないですか。要はトーンでも変わるんですね。だから絶対じゃないけど、ここに入れると普通の音量で叩くと、まあうなずきっぽく聞こえるよねっていう僕の考え方なんですね。ジョン・ライリーさんの本でもそうだし、いろんな教本、どんな教本見てもそうですけど、いろんな場所に入れられるようにしようね。こうやってやりながら、いろんな、これ右手をこう妨げることなく左手でいろんなことが入れられるようにしましょうねっていう教本多いんですけど、じゃあ入れられるようになったけど何をどこで使うのっていうところは教本にはあんま書いてない。バップ、トーブバップドラムが書いてますけど、まあ、ちょっと分かりづらいね。だから分類するんです。だから軽く、なんと当たり障りのない音を間で入れながら、パラグラフで大事なパラグラフを区切りましょうねって、これが第一段階。そしたら今度は深いうなずき、これはね、1の表はパラグラフなので1の表にバストラフ踏まない、これはもう絶対です。うまい人のバッキングを、こういう小説の頭にバストラが入ってるってことはほとんどないです。もう 99.9% ぐらいないです。ところがロックドラムやってた人がジャズに転向すると、ロックドラムってバストラ頭に一発目に踏むでしょ。これ外人でもそう、アメリカの人でもそうなんです。ロック系上がりの人はみんなバストラを表にボコ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 吹くのね。そうすると音を止められてる感じがするの。だから一応表はパラグラフになります。なので段落をこんな区切っちゃダメでしょ。あのねって、分かったよ、何々分かったよみたいな、あもうみんなまで言うなみたいな、喋らせてくろみたいな感じになっちゃうじゃないですか。だから一表はダメ、2表3表4表、まあできれば2と4の表ですね。これを足で踏んだりとかスネアで叩いてしてもいいんだけど、そうすると「うん」っていう「なるほど」みたいな感じ、「確かに」とか、なんかそういう感じがするんですよ。だから「うんうん、ああなるほど」みたいなね、「確かに」とかそういう感じがすると、これをこうやって入れてみました。そうするとこうしっかりうなずいてからパラグラフとかね、軽くうなずいてから「うんなるほど」みたいな感じ、ちょっとこう段落切るぐらいの、軽く段落切るぐらいの感じ。
足を使うとね、例えば軽いうなずきでもちょっと深く聞こえるので、ここバスドラ入れてみました。こんな形感じで感じ取ってみていただけたらと思います。だんだんこうなんかこう喋ってるみたいになってくるじゃないですか。これもね、軽く踏んだり軽く叩いたりすれば軽いうなずきに聞こえるし、グッてしっかりバスラでやればなるほどとか確かにっていう感じに聞こえるじゃないですか。つまり相手とお話ししてるみたいな感じで相槌打っていく、して段落を区切ってあげるっていうのがドラムの役目なんですよ。そしたらもう一個ね、そうするとこれ全部、小節に1個ずつ入れた場合どういうふうに感じるか。2の裏と4の裏っていうのは疑問形になります。これはとかはぁ、はぁはちょっとあれかな、みたいな、本当ですかみたいな感じの、そういう感じね。で、こっちは、ま、うったん、このうったん、これはうなずきだ、ワン、ツー、ロッ、うったん、うったん、こう2と4の裏はね、シンコペーションきついんですよ。なので、ま、狙って使わないと意外と相手のフレーズ邪魔しちゃいがちなので3番目に持ってきたんですね。まずうなずき使ってみて、で大きくうなずいて、軽くうなずいて、そのままは、あ、それでみたいな感じにしておくみたいな。でうなずいて、しっかりしっかりうなずいて、段落区切って進行形ですって。でここも、うなずいて、でここはここちょうど空いてるので、ほんでどうなったのみたいな感じの、こうちょ相手にこうちょっともっともっと聞かせてよみたいな感じがするかな。でここはうなずいて、大きくうなずいて、段落区切ったみたいな感じですね。聞いてみましょう。そうやって言われるとそう聞こえるかもしれないみたいな。でこれもやっぱさっき言ったみたいに音量のバランスとも違うと思うし、ただね、いろんな場所に音を入れたところでどういうふうに使っていいのか分類がされてないと使いづらいんですよ。なのでそういう感覚でまずは段落を区切るのが優先です。段落区切ったら軽くうなずいてみましょう。ちょっと深いうなずき、音階が変わるんですね、ここね。音階が変わるっていうのはこのワン、ずっと同じなので、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーみたいな、ちょっと音階が倍になった、音階、要は音のね、価値が四分音符から二分音符になった、要は大きく捉えた裏拍になるので、なので裏拍であるんですね、表拍じゃなくてね。そうすると音階を変えてみて、大きくうなずいてみた。それができたら今度2と4の裏のこうシンコペーションを使って相手に対してちょっと接つくみたいな感じ。そうするとこれはやっぱり次の段落、次のフレーズに行きやすくなるんですね。でもこれあんまりやられるとなんかずっとこう、ほんで、本当、本当なのみたいな感じにも聞こえるかなみたいな。なのでそういう感じで分類して、そういう感じになるかなと思いながら使ってみるってやると意外とコンピング面白いんですよ。そうすると自分がパッてうなずいたこととかに対して相手がふってこううまくフレーズをつなげてくれたりとかすると心通うんですね。つまりこうドラムって、ロックドラムってリズムやってパラグラフを区切る、フィルインで区切るっていうことしかやらなかったんだけど、それ以外にうなずきとかもっと細かいニュアンスでいろんなものをこうぶっ込むことができるわけですよ。そうすると会話に直接こう参加することができる。ここがすごいいいの、すごくいいんだけど、これみんな結構できてない。だからもう好き勝手叩くみたいなね、本当にやってはいけないコンピングっていうのを出したと思うんですけど、あんな感じになっちゃうんですよ。だからこのやってはいけないコンピング、やってはいけないわけじゃないんだけど、
こうなっちゃったらみんな楽しくないよね。みんな一緒にこう楽しくなっていく、要はギターの人を引き立てていきながらみんなでアイデア出してもっと会話を面白くしていこうよっていうのがコンピング。ジャズ用語で英語ではだいたいコンピングと言います。要はバッキングって言いがちなんですけど、バッキングって裏方って感じがするじゃないですか。コンピングは自分も一緒になって友達と一緒に喋ってるみたいなイメージなんですよ。なのでそういうコンピングをうまくこう演奏していくっていうのがすごく大事なのね。なのでこういったところから順番にやっていって、ここまだこれ、まあ、単音ですはとかえとかそれでとかぐらいしかないんだけど、これをちょっとずつ文章にする、 I know とかね、あの Let me see とかね、ちょっと考えさせてみたいな、ねとか、そういうこうちょっと文章にしたりとか、だんだんこう主語とか述語が、その主語とか述語がちゃんとこう入りきったのがアートボブバップドラミングなのね。なので文章がちょっと長いんですよ。なので長いから使いづらい。もっと短いところで喋れるようになってから長い文章をぶっこんでいくっていう順番にしないと全然うまくならないです。しかもこのね、全部スニアでしょ。だから上の方ばっか音になっちゃうから、こういうのは足とかにこう、混ぜていくのは結構後半なんですけど、僕はかなり最初の段階で足使うべきだと思うんです。足ってものすごい低音カバーするんで、なのですごいバランスが良くなるんですよ。だからスニアとバストラね、でシンバルレガートに対して、まあ、音量のバランス違って、僕いつも言うんだけど、レガート7とスニアとバストラが2か3ぐらいみたいな、そんな感じで演奏していくと、かなりこうセッションに行ってもなんか一緒にやってて楽しいって言われるようになってくると思うんです。ここがすごい大事だから、相手のソロに興味持とう。そこが大事ね。こっからやっちゃうと相手のソロ関係なくなっちゃうから、じゃなくて、もっとシンプルにやって、相手のソロのどこにその自分の持ってる音をいかに効果的に入れていくかっていうことを考える。その癖がつくとね、どんどんやってる最中にね、もっともっとソロ聞きたいってこっちも思うようになってくるし、そのソロ支えてあげるぜっていうふうに思うようになってくると思うんですよ。そこが面白いのに、ドラムってどうしても決めとかが面白いから、テーマやってソロ長かったら早く終われとか思っちゃったりする人多い。僕もそう思ってたし、実際にね。だからやっぱりそうじゃない、そこが一番面白い。テーマよりもこっちの方が面白いんですよ。ここ面白いと思うために、こういうきっかけでやっていくといいかなと思います。はい、メルマガでね登録してもらうと、この、教材もですね、この、資料も全部、ダウンロードできますし、もしメルマガのメールで問い合わせていただければ、この教材、ここから先ずっとあります。かなり長い文章になるまでに順番を追って、これができたらこれ、これができたらこれ、これができたらこれっていう風に作ってありますので、そういった、教材の問い合わせはぜひしていただければと思います。というわけで、良ければぜひ無料ですので、メルマガに関しては無料なので、登録いただけたらと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。